はい、皆さん、こんにちは。J と申します。さて、今日はですね、玉勝馬定期テスト対策ね、やっていきたいと思います。死の説になずまざることですね。えー、もうこの結論がズバリ出てきております。師匠の説、学説ですね。えー、それになずまないことというふうに言ってますから、もうこれね、元折のりながは、師匠の学説に私は執着しないというふうに言ってます。これが主張です。 で、なぜ執着しないのかという話を見ていくという感じになります。行きましょう。おのおれ、古いにしえを特にと、死の説と、互えること多くというふうになってます。まずですね、この師匠というのが誰かというところが問題で聞かれたりします。えー、そして、この互えるのルですね。これは、官僚存続の助動詞のルになります。えーまあ、いわゆる終止形で言うと、りですね。 たがへえというええー、という音に接続しているのでこのええという音にくっついている場合は完了存続の助動詞のりというふうに取ってあげましょう。はい。ということでちょっと出しましょうか。 私は古典を読み解くときに、死のカモノマブチの説と違っていることが多く、こうなりますね。死の説の悪きことあるオバですね。死というのはこのね、カモノマブチ、死の学説の悪きというのは良くないですね。えー、ことがあるのを、脇前言うことも多かるを、というふうになっています。 判断して言うことが多いのというふうになってますが、まずこの、オーカルっていう形容詞が結構特殊な形容詞で、普通形容詞の仮活用って、後ろに助動詞がくっつくんですよね。で、助動詞がくっついてるから形容詞は仮活用になるんですけど、オーカルオーカリに関してはですね、これ、助動詞がくっついてなくても仮活用をするという、ちょっと特殊なルールを発動させるので、気をつけておいてください。はい。そして、意図、あるまじきことと思う人、王勘命。 という風になってますね。このメレは遠離推定の助動詞になります。で、このなんでそんなすぐわかるかっていうとですね、王冠という風になってますよね。これ、王カルというね、前の行にルーがありますよね。このルーが発音敏化というものを起こします。発音敏化ね。発音敏化を起こす場合っていうのは基本、終止形接続の助動詞が後ろにくっついてるということになるので、まあまあ、メリーって言われたらね、パッと見て、えー、ああ、遠曲推定なってすぐわかるんですけども、終止形接続の助 同士は全部そうなるというふうに理解しておいてもらえればいいと思います。 えー、そして、ここは本当にあってはならないことと思う人が多いようだがということになりますね。で、ここも問題として予測するのは何に対してあってはならないと言ってるのかっていうと、師匠の学説を非難すること、あるいは師匠の学説っていうのを覆すこと、こういうことですね、えー。そういうことはあってはならないと思う人が多いんだけどと、これ、すなわち我が師の心にて常に教えられしというふうになってます。 これという指示語ね。えー、これ何ですかという風な問題でも聞かれたりするので、えー、この師匠の学説というのをひっくり返していくところですね。師匠の学説の良くないなぁと思う部分というのを指摘するとこ、ことですね。そういう部分です。で、えー、教えられのられに関してはですね、これ師匠が教えていたという風になるので、えー、尊敬語を使いましょう。尊敬の助動詞、らるですね。 作者から、えー、師匠というものに対する尊敬語になります。で、その後の C に関してはこれ、過去の女同士の連帯形というふうになります。なので、この間違いの指摘は、つまり師匠の思いでいつも教えてくださったのは、 後に良き考えのいできたらむにはですね、この無に関しては家庭で取ればいいと思います。助動詞の無っていうのは推量意思家庭勧誘、遠極適当というふうにあるんですけども、その中で下にですね、え助詞とか点がついている時っていうのは、家庭で取るとうまくいくことが圧倒的に多いので、あ、家庭かなというふうにね、えちょっとこう疑ってかかってもらえればいいんじゃないかなと思います。 後に、良い考えが出てきたならばですね。必ずしも死の説に他がふとて、な、はばかりそうというふうになってますね。な、なになにそうというのは、これ禁止の修助詞のうがくっついてますね。なというのは、これ、この副詞になります。なので、な、なになにそうでですね、何々するなという禁止で取りましょう。必ずしも死の説と違うと言って、遠慮してはいけないですね。はばかってはいけないということですね。 と、ナム。これ形容詞です。教えられ詞ですね。この詞、ちょっと色を変えてますけども、過去の助動詞金の連体形になってます。ナムの結びになっているという形ですね。そして、というふうに師匠が教えてくださったですから、このラレも尊敬というふうに取りましょう。これは意図尊き教えにてというふうになってますね。はい。と、教えてくださった。これは非常に尊い教えで。 我が死の世に優れたまへる一つなりというふうになってますね。この玉へは尊敬の助動詞になります。作者から師匠に対する尊敬語。そしてその後ろについているるというのは、へぇという A の音にくっついてるから、官僚存続の助動詞 B の連体形というふうになります。なので、我が死、カモノマブチが世間で優れていらっしゃった点の一つであると。 いう風になってますねでここ「はばかる」というのを色を変えてますけども単語の問題としてね意味聞かれたりするので「遠慮する」という風な意味として取ってあげてください大方イニシエを感が降ることですねそもそも古代昔のことを考えるということは「さらに」というのはこれ全く何々ないですねでどこにつながるかっていうとですね後ろの図のところありますよね次の行のところここに結びつきます さらに、ほにゃらら、打ち消しという風に来たら、全く何々ない、少しも何々ないという非常に強い否定として訳してあげてください。さらに、一人二人の力を持て。 ことごとく諦め尽くすべくもあらずのこの図ですね。さらに打ち消しで全く何々ないです。全く一人二人の力でもってことごとく諦め尽くすというふうになりますが、この諦めというのは諦めるじゃありません。明らかにするということになるので、すべてを明らかにし尽くすことは全くないというふうになります。で、このべくは可能で取ったらいいと思います。 明らかにしつくすことはできないといととうことですねなのでまた良き人の説ならんからにこの「運も仮定で取りましょうかねまた優れた人の説だとしてもというねちょっと逆説的な感じになりますこの助動詞の「無を仮定で取る時の注意点がここなんですけども純説仮定の時もあれば逆説仮定の時もあるのでこれどちらもあるから気をつけてくださいね多くの中に 誤りも「など」か「なからむ」「など」かというのはこれね、えー、疑問で使ってますけどもここは半語の方が綺麗かなと思います。水量の助動詞ムーンとくっついてね間違いもないだろうかいやあるだろうというふうに半語の解釈をするっていうことと現代語訳で聞かれたりするところになるので気をつけておいてくださいねちょっと緑の色で変えているポイントにあ当たっては基本的にはちょっとこう現代語訳っていうのがポイントになってくるかなっていう感じです 必ず悪きこともマじらではえあらずというふうになりますね。この例が打ち消しですね。で、A がですね、今度また図にくっついて、これは不可能を表す形になるので、 必ず良くないことも混じらないということはありえないというふうに訳します。つまり、間違ってないことなんてないんだってことですね。だから、間違ってるから、それをね、どん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 新しくより良いものに進化させていけばいいじゃないかっていうふうに言ってるわけですね。その斧が心には、その本人の気持ちでは、今は古の心ことごとく明らかなり、 今昔の人の人心はすて明確だですね今現在研究してる人からすると私はもう全て明らかにしたとこういうふうに昔の人たちは考えてたんだというふうに全部が明らかになりそうなんですけどもこれを起きてはあるべくもあらずここもね現代語訳とか解釈が問題で聞かれる可能性が高いと思います。 私のこの自説を除いてはですね。あるべくもあらず、あるはずもないのだということですね。つまり、この自分の説というものよりも優れた説はないのだというふうに、思い定めたることも思いのほかに、と確信したこともですね、意外にも、また人の異なる良き考えの入れくる技なり。 また他人の異なる良い考えが出てくるものなのだというふうに言ってますまあだからね自分の説が合ってるわと思って一生懸命研究するっていうことは全然間違ってはないんですよでその昔の人のことを尊敬することも間違ってはないんですけども昔の人が言ったから絶対合ってるというふうに思い込むのがおかしいっていうふうに言ってるわけですねあなたの手を振るというふうに読みますまにまに先々の考えの上を 多くの人の手を減るにつれて以前の考えの上をなおよく考え極むるからにもっとよく考えを極めていくからに次々に詳しくなりもてゆく技なれば次々に詳しくなってゆくのだから死の説なりこれ断定の助動詞ですね 死の説であると言っても必ずなずみ守るべきにもあらずですねえこれは当然で取ったらいいと思います絶対になずみ執着して守らなければならないわけではないという感じですね死の説だと言って必ず執着し守らなければならないものでもないと良き悪しきを言わず良いとか悪いというのを言わずひたぶろにただひたすらにね古きを守るというのは 古い考えを守るというのは学問の道には誘拐なき技なりこの誘拐なきっていうのはね言うまでもなく、まあ、いわゆる悪いことだということですね学問の道では言うまでもなく価値のないことであるという感じですねもうまあズバッと言ってますねまだ斧が死などの悪きことを言い表すはまあ自分の師匠などがよ,よくないとあんまりそれ合ってるかみたいな良くないことを言い表すのは い,いとも賢くはあれど、それも言わざればですね。この賢くというのも意味として聞かれる問題かなというふうに感じますね。えー、いわゆる古今、二義語的に使っていく漢字のものなので、非常に恐れ多いというふうに取ってあげてくださいね。非常に恐れ多いことではあるが、良くない点を言わなければ、ね、えー、言わざればですね。 世の学者、その説に惑いて、長く良きを知る語なし。まあ、読み方とかね、気をつけておきましょう。世の中の学者がその説に惑わされて、長時間、長期間、良い考えを知る機会というのを失ってしまうのだと。それこそ、学問の損失じゃないかってことですね。死の説なりとて、悪きを知りながら、死の説だからといって良くないことを知りながら、言わず、包み隠して、 よさまに繕いおらぶは、このムーも家庭ですね。後ろに女子の葉がついているので、言わずに包み隠し、良いように取り作っているならば、ただ、死のみをたっと見て、道をば思わざるなり、ただ、師匠だけを尊重し、学問の道の進展を思っていないのだ。 という感じになります。古文の中の道っていう単語に関してはですね基本的に仏道の道華道の道そして学問の道という3つ3つね、えー、3つの解釈というのが聞かれたりします今回で言うとね元折のりながっていうのは国学者になりますから国学者の元本のりながが道っていうならそれはあ学問の道かなというふうにとってあげればいいと思います。のりながは道をたっ飛び いを思い出ですね。私のりながは学問の道を尊び、昔を思って、ひたすらにですね、道の明らかならんようなですね、これは演曲です。助動詞のムーは下に名詞、ことっていうのがついてたりすると演曲で訳すことが多いです。ひたすらに学問の道が明らかになるようなことを大事だと思い、いにしえの心の明らかならんことですね、ここもだから演曲ですね。 こととを胸と思うがゆえに昔の精神が明らかになるようなことを主に考えるがゆえに私に死を尊むことわりの「かけむことはってなってます。さあここはまあ問題として聞かれるかなという感じしますね。「私に」っていうのは個人的に「私的に」ってことですね。 死を尊敬するる道理にかけるようなことを、まあ、つまりねこれは死を絶対視するような考え方のことを言ってるんですけども死を絶対視するようなことをかける私は師匠というのを絶対視しないと。 この人が必ず合ってる、間違いなく合ってるというふうに思ったりはしないってことなんですけども、え、しも、帰り見ざることあるをですね。このしものしはですね、これ、副助詞で教員になります。しも、子孫のしは教員の副助詞というふうにとればいいと思います。帰り見ないことがあるのを、いや、やっぱりわろし、よくない。帰り見られないことがあるのを、やはりよくないと。 そしらむこの助動詞も婉曲ですね下に人という名詞がついているのでね避難すするような人はそしり手をですねここは教諭使ってますね助動詞としてで命令形になってます避難するような人は避難せよという風な感じで言ってるわけですよなのでこの 本居宣長の考え方はどういうものかっていうと基本自分というのは学問の進展を思うがゆえに師匠が間違ってるのであれば師匠であったとしてもそれはもうバンバン指摘して言うとで逆にあこれは師匠すげえなっていうのはちゃんと師匠はすげえというふうに認めると。 だから世の中の師匠のことばっかりを尊敬してて師匠の考え方とか師匠の師精神みたいなものを尊敬しない人は残念だって言ってるわけですよね。そはせんかたなしまあそれはもうどうしようもないしゃあないってことですね。我は人にそしられじですね。この例はですね問題で聞かれるんじゃないかな。バッと出てきますけども受け身の助動詞になってます。ルーのね。ねでね受け身の助動詞に関してルーラルになんですけども 人とか物に動詞ルーラルーというふうに使ってる場合っていうのは受け身でで取ることが多いです今回の文章も我は人にそしるっていう動詞が来てるでしょでそれに助動詞のルーがくっついてるので受け身として取ってあげて避難されるですねでそれに打ち消しの意思がついてますから私が避難されるのはどうしようもない 私は人に非難されまい。ですね。打ち消し意思。で、そして次の行につながります。良き人にならむ。ここが意思ですね。良き人になろうと言って、道を曲げ、学問の道を曲げ、そしていにしえの心を曲げてですね。 良い人になろうと学問の道を曲げ昔の精神を曲げてさてある技はエせずナムここはね品詞分解が聞かれたりするんちゃうかなというところですねえせずナムという感じになりますそのままでいることはできないのだという感じですねこのナムは軽助詞という風にとってあげればいいと思います えらで打ち消ししでで間のにに関しては左辺同士になりますでそれに形状詞のナムがくっついててでまあ後ろにアラムとかねアラメとかなんかさそういうものアラメやないなアラムというのが省略されてるみたいに取ってあげればいいんじゃないですかねこれすなわち我が師の心なればこれはつまり我が師匠の考えだから帰りては死を尊むにもあるべくや ここ当然ですねむしろと師匠を尊敬していることになるはずだというふうな感じで言ってますだから師匠を非難するからって言って安直にね、えー、この本居宣長を非難するなと師匠は尊敬してるとでも師匠の考え方というのが古くてこの時代が経った後でああこれちょっと師匠考え方間違えてたなというものはちゃんと直していかないといけないそれが学問だというふうに本のり長は言ってるわけですね 師匠自体ではなく、師匠の学問への考えというのを尊敬するべきだというのが、元織ノリナの,の、えー、立場主張になります。なので、今回の文章を通じてね、元織ノリが何を主張したかったのか、述べようというふうに問題で聞かれたりすると、まさにこういうふうに回答してもらえればいいと思います。師匠自体ではなく、師匠の学問への考えを尊敬するべきだというふうに主張してるわけですよ。よろしいでしょうか はい。ということで、本日は玉勝馬ですね。死の教えになずまざることというところを解説していきました。分かったよという方は、また高評価ボタンよろしくお願いします。そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい。ということで、まあ、このチャンネルに関してはね、えー、こういう定期テストの対策として、い、え、ろ、ー、んな動画を撮ったりとかですね、えー、現状物語のちょっとあらすじを面白おかしく語ったりしていきますので、えー、また興味があるなという方はね、面白いなとか、えー、ためになりそうだなというふうな感じで、 思った方はですね <laughs>、えー、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆さんテスト頑張ってくださいね。バイバイ。 まあだからある意味そういう意味ではね結構なんていうか自由に元おりのり宣長はなんか学問やってるなというか正しい姿勢だなというふうに僕は思ったりしますけどね皆さんはどう思ったでしょうか